はい。今回は簡単にできる広告費設計方法について解説をしていきます。で広告っていうとね、計算ですね。広告費っていうと、やっぱ難しく、数字面なんで感じてしまう方多いとは思うんですけれども、でも簡単な公式に基づいて導き出せますので、ぜひお楽しみにしていてください。ね、広告って怖いって思う方ほとんどなんじゃないかなと思います。 広告っていう手法ありますけれども、ウェブ広告ですよね。ウェブ業界で言うと、ウェブ広告がありますが、広告費ってね、やっぱとても怖いイメージがありますよね。で、ウェブからのやっぱ集客って難しいってことと、広告はお金がかかるということで、このようなね、こう、ジレンマをねかん、感じてる方多いんじゃないかなと。特にスモールビジネスの方だと、こういうふうにね、考えて、まあね、動きたくても動けないって方多いんじゃないかなっていうふうに思います。 よくね、こう、集客できないって方、いる、いますよね。集客って難しいよねって、集客ってずっと課題だよねって思う方、いらっしゃいますし、そういうお話よく聞くんですが、集客ができないっていうのはね、これ間違っていて、正しくはね、こう無料で集客ができないってことですよね。お金をかければ、集客ができるってことなんですね。有料でね、広告というお金をかければ、それは一定数集まりますよね。 ただ、集客っていうとどうしてもこう無料集客ばかりをこう頭に、それを拭えない方いらっしゃるので、やっぱそうなるとね、時間かかりますし、できなくはないですけど、時間かかってしまって、その間に挫折をしてしまう方がほとんどですよね。でも、ちょっと視点を変えて、有料、少しね、広告費をかけたら、集客って必ずできるわけなので、集客ができないのではなくて、無料で集客ができないんだと、再定義してみてください。で、 ベストはですね、ハイブリッドとかよく言われますけども、無料手段と有料の集客手段っていうのを掛け合わせて使うことがベストなんですね。無料の集客手段、例えばブログとか YouTube とかそういったのもとても大切ですよね。ただ大切なんですけれども、それを待っていると、例えばね、キャッシュ的なね、体力ある方であれば、もちろん問題ないわけですけども、なかなか無料集客でね、 例えばブログを更新してその月にバンバン集客できるっていうことはなかなか起こり得ないわけですね。でも将来の資産としてメディアを持っていくことはとても大切というときにじゃあどうやるのかってことですね。それが無料×有料で、有料でね、きちんと集客している間に無料集客できるメディアを育てておくというのがね、まあ、セオリーというか基本になります。なのでぜひね、無料集客手段に縛られずですね、広告、 主に広告という有料集客手段を頭にね少し入れてみてくださいで広告費をね抑えるっていうことを考えるのではなくて適切な費用で確実に集客をするっていうふうにちょっとね思考転換をしてみてくださいそうすると結局はねその集客できればいいわけですし適切な費用で最終的にかけた広告費が戻ってくればいいわけなので これは抑えるのではなくて、適切な費用で、まあ、集客、運営をするっていうことがね、はるかに大切になりますで。こちらの講座ではね、これだけやればいいという広告費に関する最低限の計算方法をお伝えしていきます。あらかじめかけることのできる費用を算出した上で、広告を出稿していきましょう。